はい、オットー洋作員でございます。かよです。コルグのですね、はい、D1 という、ステージピアノを紹介したいなというふうに思っております。はいはい、まあ、コルグ、まあ、この前ね、C1 エアーというものを紹介させていただいて、あと、まあ、洋介管理に実は使っている B2 という電子ピアノがあります。はいはい、で、さらに D1 ということで、はい、B、C、D ということなんですけど、一体何が違うのかということを、ちょっとご紹介したいなというふうに思っておりますが、はいはい、特徴としてはですね、薄い。そうですね、奥行きが全然ない。全然ないですよね。横が1327、まあこれ88件あるから、そうですね、まあ、フルの鍵盤になるんですけど、はい、横だ、奥行きがなんと263ミリ、はい、30センチないってことですよね。ないです。めっちゃ細いです。すごい、めっちゃコンパクトですよね。目指せですね。で、はい、高さは、128ということでございます、はい。スピーカーが別売りになります。うん、はい。はい。まあ、スピーカーが付いてない分細いぞという感じなんですけど、まあ、置き場所がない人とかはすごくいいんじゃないかですね。本格的なもんなんで、まあ、重量もそこそこあって16キロなんですけど、うんうん、まあ、普通に全然持てないことはない。そうですね。はい、あと、ローラー付きのケースとかに入れて持ち運べば。うん、そうだよね。はい、大丈夫ですね。いう感じなんですけど、まあその代わりですね、相当しっかりしてますので、あの本格的に弾きたい人とかは、はい、もうライブとか、あとはまあちょっとした移動先とかで、はい、これはあの非常におすすめです。うん、まあ実際にその PA の環境とかある時とかに、まあスピーカー別なので、はい、まあ、これがあるとですね、もう完璧なんじゃないかなと。そうですね。はい、日本製の高品質な RH3 鍵盤と。この鍵盤ですね。はい、これ何が高品質なんだと。C1 エアーと同じ、ここにありますね。はい。はい。C1 エアーと一緒の鍵盤になりますね。はい、なんと、税込みで75,900円なんですけど、はい、この RH3 鍵盤で、はい、なんとですね、ザンと。いうことで、めちゃ安い。めっちゃ安い。鍵盤、かよちゃん、いかがですかね？弾いてみて。はい。ちゃんと、この、音が低い方から、この高い方にかけて、グランドピアノとかアコースティックのピアノって、こう、重い方が、鍵盤が重くて、高い方が軽くなってるんですけど、その作りが再現されているので、すごい弾きやすいです。なるほど。はい。はい。めちゃくちゃしっかりしてますね。うん。あの価格で。なるほど。はい。5万ぐらいって言ったらさ、もう、鍵盤の中ではさ、電子ピアノ、まあ、おもちゃっぽくてもしょうがない値段じゃん。そう、そうですね。うん。なんだけど、こいつって結構ガチじゃないですか。ガチですね。ガチですよね。ガチです。はい。いう感じ。安っぽいとか全然ないですよね。ないです。うん、しかも、うん、あの、鍵盤タッチの重さも変えられます、うん、なんと。なんと。はい。はい。ということで、はい、このタッチですね。これを押しながら、うん、ここのプラスとマイナスがついてるんですけど、うん、プラスにしていくと5段階、全部で5段階で、プラスにしていくと重くて、うん、1段階に、一番下にすると軽い。っていう。なるほど。はい。できます。タッチも。まあ、言ってもさ、そんなにこう、高級モデルじゃないし、そんな違うもんなんですか？違い、1と5で比べると、やっぱ全然違いますね。まず1です。はい。あ、あ、いいですか？大丈夫です。はい、はい、OK です。はい。じゃあちょっと分かりやすく5で。はい。はい。はい。ですね。はい。いいですよ。あ！全然めっちゃ、違いますよね、めっちゃ重い。違いますよね。く感じます。すごいんですよ。はい。あの価格で。なるほど、なるほど。これ、実際には音の出る感じが変わるんですよね。ね、はい。これが今、5ですよね。うん。もう強く、うん。弾いた時もいいですね、うん、これが同じ強さで弾くとこっちの方が音がポンって
出るので同じ強さで弾いても、うん、なるほど、はい、はい、という感じで糸も簡単に変えれてしまうということですね。はい。で、一応パネルなんですが、まあ、お買い得な割にですね、いろんなことができるということなんですけど、はい、まずまあ、これは電源ですよね。はい。がいいとして、はい。で、ボリュームかな？ボリュームです。うん。で、まあ、スピーカーが、別なので、まあ、今回はこの KRK というやつのスピーカーにしてますけど、まあ、これで連動してくれるという、ね。連動してくれます。全く出なくなります、ね、うん、本当や、うん、なるほど、はい、ということで、まあボリュームも大きくて結構いいんじゃないでしょうか。ブリディアンスということで、これもですね1から5まであると、3まで、あ、3までかな、ね、はい、はい、いうことで、はい、でブリディアンスはい、ちょっとやってみますよ。まろやかだ、まろやかですね。3にするとか、ね、めちゃブリリアントになりますね。めっちゃくっきりしますね。くっきりするね。鍵盤は軽いわ。音はくっきりするわ。なるほど。なんか軽めのテンポいい曲聴いてる時とかすごい楽しいかもしれないですね、うん、これだけ音がくっきりしてくれると。確かに、うん、なるほど。で、リバーブですね、はい、押しながら3段階ですね。はい、ちょっと3にしてみましょう。あ、今、最初1でやりましょう。うん。変わりますか？はい。で、3行きましょう。はい。リバーブをしながら、3ですね。はい、そうです。おー、全然違うね。わかりやすいですね、うん、確かに。でこれオフにするとどうなるかと。はい、オフ、うん、ですね、うん、裸な感じの、そうですね、クリアなりますね。はい、いう感じでございます、はい、であとコーラスっていうのはありますね。コーラスだと分厚くなるな、音が分厚くなりますね、うんなるほど、なるほど。という感じでございます。こうやって、まあ、どんどん、好みを変えれるという感じですけど、はい、なんか、段階別にできるのがめっちゃいいですよね。そうですね。うん、ピアノの音色なんですけど、これ、ワンボタンでアクセスできるの非常にいいなと思いますが、はい、ピアノ1、ピアノ2、エレクトリックピアノ1、エレクトリックピアノ2、ハープシコード、もしくはクラブ、バイブス、もしくはギター、そして、オルガン1、オルガン2、ストリングス、コーラスという感じですけど、はい、ちょっと試し弾きをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、でこのピアノ1の中にも、うん、実はこのピアノ、今ピアノ1が選ばれてるんですけど、うん、このバンクっていうのを押すと3種類、ピアノ1の中でも3種類音が選べます。うん、全部そうですね。なるほど。はい。へえ。なんで実質結構な量の音色入ってますね。入ってますね。はい、なるほど。じゃあちょっと軽くダイジェスト的に、はい、これまあ標準ですね。うん。普通ですね。に行きますか。うん。うん。ちょっと可愛い感じ。三、うん、です。うん。あ、全然違う。違いますね。で、ピアノ2ですね。ピアノ2、うんうん、で。じゃあ、わかりやすくまたキラキラ星でいきます。はいはいはい。なるほどね。いいですね。すごい。揺れてる。ま、なんかレーザーっぽいやつだね。ですね。うん、3ですね。うん。あ、これ可愛い系だね。はい、そうですね。うん、で、エレクトリックとか。はい、いろいろ。ね、うん。1ですね。うん。
うん、これ可愛いですね。うん、木琴かな。木琴見てんの、うん、可愛いですね。うん、うん、ちょっと教会のパイプオルガンみたいな感じですね、うん、オルガンになると、うん、うん、ストリングスね。はい、あ、スローだ、うん、あー、もっと柔らかいやつだ。うん、で、コーラスですね。うん、ハーとウーだね。ああ、分厚いやつ。音色がたくさん入ってますという感じですけど、はい、まあ、結構ですね、このお値段からしたらですね、はい、かなり音がいいんじゃないかなというふうに感じますね。うん、あとバンクの切り替えなんかも本当にこれでポッポって切り替えれるだけな、切り替えるだけなんで、はい、結構簡単にできるなと。簡単にできますね。いう、はい。はい、うん。デモ曲と内蔵曲が入っているので、うん、それも簡単に再生ができます。あ、デモ曲？はい、うん。デモはこのピアノソングとトランスポーズを同時に押すと、うん、こう反応して、うん、流れる。お。で、このプラスマイナスで、曲目を変える。曲目を変えられます。で、ピアノだけの、うん、内蔵曲を聴きたいときは、うん、このピアノソングを押して、うん、曲を選ぶと。ああ、なるほど。うんうんうん。うん。ここで、もう一個見てないですね。あ、もう一個かな。なるほど。はい。本当だ。いい音してますね。そうですね。今ピアノの9番、うん、なんで、あ、愛の夢ですね。うんうんうん。っていう感じですね。うん。で、一応ですね、ピアノソングリストが革命のエチュード、月の光とか幻想、即興曲66番とか。子犬のワルツ、来ましたね。来ましたね。夫の課題曲ですね。はい。あとは、中級。あと、プレリュード、平均律第1巻、第1番より、バッハですね。トルコ行進曲とか、アラベスク第1番。あと、エリーゼのために。そして、先ほど聞いていただいた、リストの愛の夢ですね。はい。これも夫のコンクールの課題曲になってますけど、はい、カンパレラとノクターンとか、春の歌、ドビッシーの水の繁栄とか、ジムのペティとか、まあ、いろいろ入っていますよという感じでございます。2つの音色を重ねて演奏するレイヤーモードとかがあったりだとか、メトロノームもワンボタンでいけるので、まあ、簡単に、いけるんじゃないかなというところですね。ここ押して、はい、うん、BPM いくつにしたいのかっていうので、うん、自分で。簡単にできる。簡単にできます。うん、裏の方なんですけど、はい、どういう風になってるのかっていうとですね、こんな感じになってます。はい。まあ、めちゃくちゃシンプルですね。うん、ラインアウトで、モノとですね、LR でなってます。で、あとはダンパーペダルがついてるのと、で、あとは電源のアダプター。そして、ミディのインアウトも、これもついているという感じですね。はい。まあ、アナログミディになりますけどね。はい。一応展開としては白と黒と、はい、2色の展開になります。あるということですね、はい。スタンド。スタンドです。これですね。はい、これ。もうついてないんですが、はい、通常は別売りです。STSV1 というスタンド。はい、まあ今つけてますけどね、はい。はい。こんな感じのスタンドがハの字になってますね。はい、でこれちゃんとこの、うん、鍵盤の裏側本体とこのスタンドを止めることができるので、うんうん、ただこの乗っかってるだけじゃないので、うん、万が一こうぶつかっちゃったとしても、うん、鍵盤が落っこっちゃうっていうことが防げるので、うん、なるほどなるほど、はい、すごくいいです。だいぶ安定感あるでしょ。だいぶ安定感あります、うん、で、はい、これが13,000円ぐらいするんだが、はい、なんと、はい、今ですね D1 をご購入の方に、はい、なんと、はい、セットまあ、ちょっとこれ以上言えない。
危険すぎて、はい、いう感じなんで、はい、オットにお問い合わせいただければなというふうに思っております。はい、まあ、なんといってもですね、もうほんとコンパクトで、もう家ではもうヘッドホンで、そうですね、パッと買ってヘッドホンでやってもいいし、まあ、スピーカーね、例えばなんか JBL のうちでも置いてありますけど、はいはい、こういったですね、104とか使っていただくと、まあ、はい、まあ、2万円しないぐらいのスピーカーですね、はい、と合わせていただいたりだとか、今はですね、KRK の、ロキッド4っていうのでやってますけど、まあ、こういうので、やっていただければいいかなというふうに思っております。はい、ちょっと軽く、かよちゃんまたこれ弾いていただいて感想いただいてもよろしいですか？はい。はい、という感じですけど、はい、いかがですか、その弾いてみた感じは。この曲って、まあ、はい、弱く弾いてくださいっていう風についているので、うん、それを和音で出すって最初の入りが結構難しかったりするんですけど、なるほど、自分が思ったまんま、うん、ふって音が鳴ってくれるので、あ、強く弾きすぎちゃった、弱く弾きすぎちゃったっていうことなく、うん、弾けるっていうのはやっぱそれだけ鍵盤がしっかりしてるからっていうことなので、うんうんうん、すごい弾きやすいですね。なるほどなるほど、はい、まあ、結構その、うん、本当に5万円ぐらいとかで、はい、でも真剣な鍵盤が欲しいっていう人は、はい、もうこれ一択と言っていいほど、そうですね、お買い得ですよね、はいはい、でその家で特にこの使ってないスピーカーがある方は別に新たに買い揃える必要なく、うん、間違いない。で別に家ではスピーカーいらないよっていう方はもうヘッドホンでできるし、うん、そうですね、はい、うんうんうん、すごくいいですね。そっかそっか、すでにスピーカー持ってる人とかもいっぱいいるから、いいと思います、はい、そういう人はもうこれだけ買っちゃえばいいんだ、はい、なるほど、はい、このスタンドとセットで、うんうんうん、もう自分で組み、これ私が組み立ててて、うんうん、私が組み立てられるぐらいなので、もう鍵盤一個一個ですか、はい、頑張りましたはい、まあ、簡単に組み立てられます、このスタンドと本体つなげるっていうのは。なるほどなるほど、はい、でもさ、ぶっちゃけ5万円ぐらいのステージピアノって、はい、まあ、どことは言わないけどさ、売れ線っていっぱいあるじゃん。はい、そうですね、はい、うん、と比べてもこいつのガチ度はやばいよ。やばいですね、うん、この響き鍵盤、うん、やっぱ鍵盤ですよね。やっぱ鍵盤、表示が全然違う、これ本当に。本当5万円ぐらいのだと、うん、まあ、言い方悪いですけど、うん、もう仕方がないって諦められるというか、パカパカしちゃうなとか、ちょっと弾きにくいなって思ったとしても、うん、まあ仕方がないって思える範囲なんですけど、うん、これはその価格でこんだけしっかりしてるので、うん、十分ですね。いや本当そうですよね、うん、うん、よくできてるわこれ、うん、本当に、うん、楽しいですよね、弾いてて。やっぱり弾いてて楽しい、はい、本物感あるし、これは。で、あとあの置き場所ね、もうスリム、うん、うん、これもめちゃくちゃいいですね。結構あのマンションだとあんまり戸建てと違ってお部屋が狭かったりするじゃないですか、うん、特に一人暮らしのワンルームだと限られちゃうので、うん、置ける幅がすごいいいですよね、そういう意味では。いや本当にいいと思う、うん、これ、うん、例えばスタンドついてくるけど机の上に置くからいいやっていう方も中にはいると思うし、うん、そういう場合はスタンドをちょっと避けといていただいて、うんうん、あ、そっか、はい、別にいいよね、別に、はい、机の上に置いてもいいんだ、はい、なるほどなるほど、見てもいいと思って。確かにそれはそうだねスタンダード便利ですけどね。確かに、うん、またこの白結構かっこいいね。かっこいいですね、うん、結構なんかそれなりにこうなんか高級感というかそういうのもあるし、しっかりしてますよね。オフホワイトな感じですかね、真っ白っていうよりは。確かにオフホワイトな感じ、ちょっとね、うん、っていう感じでございます、はいはい。まあ、なんでまあスピーカーをすでに持ってる人とか、あとはまあこれを持って結構移動したりだとか、まあライブハウスとかで鳴らすとかっていう人とか、もう結構ぴったりかなと、そうですね、いうふうに、はい、思いますので、やっぱりコルグお買い得ですごいですね。すごいですね、はい、本当に、うん、
という感じなんで、はい、はい、ぜひ、この D1 を試していただければなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。